こんにちは、花嶺もさん。前回の私からの問いかけ、不思議と男性は同じ答えになるということを申し上げましたけども、今回花嶺もさんね、まあその答えもなかったかなと思います。まあ非常に難しいというところだったんで、花嶺もさんはご自身の経験を答えてくださったと思いますけども、どういうことかもう一回問題を整理してみます。このような形で、このコミュニティの中に10名前後の男女のグループがあるんですよ。お互いに、インターネットを通じて全国で関わってる方です。で、直接濃い関わりがあるかないかっていうのはバラバラなんですよ。で、まあインターネットで知り合ったんで、リアルで会うことってのはほとんどない方同士です。その中で新潟に住む女性、東京に住んでる男性がいて、その東京に住んでる男性は出張で新潟に行くことがあったんで、その新潟にいる女性とね、まあ落ち合って、まあせっかくだから会おうかっていうふうになったんですよ。会うのはいいと思うんですよ。で、その後なんですよね。男性はちゃんと出張先のホテルを取っているにもかかわらず、女性はうちに泊まってもいいよということで家に招いてくれたんですよね。まあ通常ここでですね、男性は女の子が泊まっていいよってことは誘ってるんじゃないか、少なくとも私に、まあ、そういうことをね許してるんじゃないかなっていうふうに受け取るのが普通だというふうに感じると思うんですよ。女性も男性の気持ちを察して、そういうもんだろうっていうふうな気持ち込みで、うち泊まってもいいよって言ったのはね、そうだと思うんですよ。さあここでですね、男性は泊めてはもらったんだけども、女性に、まあ、手を出さずに、いわゆる男女の関係にならずにね、まあ、セックスをせずに一夜を明かして、で次の朝出てきたということなんですよ。で、男性はその後でそのコミュニティの中の人数名にですね、何人かにね相談したんですよ。もちろんこの中では相談を公にしたわけじゃなくて、一人一人にダイレクトメッセージを送って、いつも連絡を取ってる何々ちゃんね、いや実はね泊まっていいよって誘われたんだけども泊まったんだ、でもね何もせずに帰ってきちゃったんだ、どうだったんだろう、良かったのかな、傷ついちゃったかなっていうふうに相談したんですよ。さあそこでですね、私からのアドバイスです。私はそういうふうに相談を受けました。私はこのコミュニティの中の人間ではないのに相談を受けました。ねえ久保さんと、今回ね女性の家にこういうふうに招かれて泊まったんだと、女性としてはそういうことを覚悟して言ってくれたんだよね、もしかしたら好意を示してくれたんだよね、でも私もちょっと好きな気持ちはあったんだけども、ちょっと手を出さなかったんですよ、みたいなことをね話してくれたんですよ。そこで私が何を答えたかというとね、とバカ野郎と、何に対してバカ野郎かっていうとね、そんなこと人に話すもんじゃないと、俺以外の誰かに話したのかっていうふうにもう怒りました。そうしたらね、なんかなんで怒られたのか分かんないような状態だったんですけども、いや、このコミュニティの中の何人かの人に同じようなことを相談しましたと。バカだなと。お前、女の子の立場考えてねえのかと。もうすぐに終わりだよ、もうお前たちは。と。あのね、女の子がうちの部屋に泊まってもいいよとはお前に言ったんだろうと。それを他のやつにバラしてどうすんだと。次からこのコミュニティの中で、その女の子はね、そういうふうに見られるんだよと。しかも泊まったお前は手を出さずに帰ったんでしょ、かわいそうな女の子、勇気を出して打ち明けたのに相手にされずに気の毒に、プラスこいつはいつもそういうふうにしてんじゃねえのっていうふうに思われる可能性もあるんですよ。だからこういうことはね、人に相談することじゃないと、一人で悶々と苦しみなさい、悩みなさい、そしてどうしても相談したいんだったら彼女自身に相談しなさいと。この前あんなこと言ってくれて、俺ちょっとね手出せなかったんだけども、でも気持ちはあるんだよ、もしくはないんだよ、ね、二人の問題でしょうと。なんでその彼女がね、知らないところで人にペチャクチャペチャクチャ喋ってんだと。彼女がこれからこのコミュニティの中の人にどういうふうな先入観で見られるかって配慮はないんですかと。少なくともね、男性は女の子とね性的関係を持ったとかね持たないとか、そういうことを嬉しげにね人に喋る傾向があるけども、どうしようもないやつだよそういうのは、うん、女の子の立場を考えたらね、そういうこと言わない、うん、もうね
ちゃんと責任を持ってこの人を一生愛してるんだよってことをちゃんと宣言して、客観的にもそれが分かる状態でならまだしも、ね、まだそんな関係でもないでしょ。で、しかも女の子から誘われたって言ってるんでしょ。100歩譲ってこのエピソードを人に相談するときは、いや、俺が女の子にちょっと止まっていいって頼んで止めてもらったんだけども手が出せなかったぐらいのことを言うか、もしくはね、どっちが誘った、女の子から誘われたのにみたいなことは絶対言うなと、そこら辺は隠して相談しなさいよって話ですよね。だからこれが私の回答なんですよ。だからあまりにもね、男性はね、女性の立場を考えてなさすぎるんですよ。自分の立場優先なんですよ。いや、俺誘われちゃったんだけどさ、じゃないんですよ。それモテた自慢したいのかって話じゃないですか。その代わり踏み台になった女の子がそこに存在するわけなんですよ。浮かばれないですよね。だからそうじゃないと、女の子に恥をかせるもんじゃないし、女の子が俺を誘ってきたみたいな言い方するもんじゃないと。仮に本当にそうであってもね、そんなこと言わない、うん、そうじゃないです、うん、そういうことですね。だからね、デリカシーがないというかね、女心は男性よりも壊れやすいと思った方がいいです、うん、タフな女性もいると思いますけども、それでもね、女性が俺を誘ってきた、女の子が、あの子が俺を誘ってきた、泊まっていいよって言ったっていうのはもう NG ワードですよね、これは、うん、私の判断はそうなんですよ。まあ、いささか古めかしい硬派な考えかもしれませんけども、どうしても私はね、女性に100歩譲ってしまいますよね、うん、で、私がね、女性を意識するのは、それはね、人類の半分は女性だからなんですよ。だから男一匹ビジネスマンとして生きてきて、久保哲郎と生きてきて、人類の半分を軽んじることはできないんですよね。だから女性を意識するんですよ。女性の立場になったらどうかなと。そしてもう一つの理由は、それはね、異性だからなんですよ。男とは全然行動が違うんですよ。思考も違うんですよ。出かける前の準備も違うんですよ。まあ言ってみれば、セックスの前後の行動も違うんですよ。で、男性は、まあ言ってみれば出す方ですよね。うん、だからちょっと配慮に足りないところがあると思います、うん、まあちょっとその辺は生々しいんで今回はお話ししませんけども、とにかくね、全然下着の数も違うんですよ。男性と女性は違うでしょ。で、洗濯も違うんですよ。もう何もかも違うんですよ。カバンの中身も違うんですよ。異性なんですよね。異性だから男性には見えないものを見てる。男性には感じてないことを感じてるんですよ。男性では見えないような未来を見てるんですよ。だからそこは私の永遠の女性を侮れないテーマですよね。女性は男性とは違った異性なんで、男性からどんなに注意深く見ても配慮深く見ても行き届かないところがあるってことですよね。だからいつも男性が男性立場で考えて話すと、大きなそこに後遺症を残すことになります。特に女性に、女性を踏み台にしてしまうことがあります、まあ、ですんで、わからないなりにね、女の子に迷惑かかってないかなとか、女性に配慮が行き届いてるだろうかってことを考えて相談事するならする。でも今回の相談事はいただけないなと思いましたね、うん、これはともすれば女性がね、二重に恥をかいて、二重に貶められて、このコミュニティの中で晒し者になる可能性があるってことなんですよ、まあ、そのぐらいはね、男の子には気づいてほしいなと思いましたね。もちろん私の取り越し苦労なら全然問題ないんですけども、どうやらそうじゃなかったみたいで、結末はちょっと悲しい私の予想通りになったというオチでございます。これは先月の話です。いってらっしゃい。